チャトラの天空姉妹。紹介終わったの？なげーよー。ごめんごめん、うまく伝えられなくてさ。
からってん。いつも私の前通るなって映らないにゃん。てん、まだお腹空いてんのか。さっき食べたじゃないか。私の分まで。そうだよ、今日母ちゃんちーっとしかカリカリ入れてないからにゃんべ。姉貴、そっちになんか落ちてないにゃんべか。ないよ、全部天が食べたでしょう。とうとう天もボケたかな。いいもんね、こうなったら意地でも探しにゃんべよーだ。あれ姉貴、どっかでなんかさ、かつお節の匂いがするにゃん。てん、やめときよ。母ちゃん、後できっとおやつくれるからさ。てん、貧乏くさいからやめてよ。はい、つくばってペロペロ何やってるの。おお、かつお節落ちてた。おお、2個ゲットだけ。あたしにもちょうだい。もうないよーだ。全部食べちゃったにゃんべ。いいよーだ。母ちゃんにごますりしてもらうからさ。ほんと天は意地汚ねーな。まだカーペット舐めてるじゃん。まだどっかに落ちてないかな。今日はやけに腹が減るにゃんべ。さらにカリカリのカスと匂いがあるから舐めとくにゃんべ。てん、少しは落ち着いたら。見てて恥ずかしい。あんたの行動だよ。変だよ行動。そういうの変質さって言うんだよ。おい姉貴、いいのあったじょ。見て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 。見えねえのかよ。母ちゃんと一緒で老眼か。いや、童眼？はっ、姉貴耳つんぼまで母ちゃんにだ。くそー、取れねえにゃんべー。笑ってくれる動画を作るぞ。動画よろしくー。